どうも皆さんこんにちは、霊夢です。マリサなのぜ。今回乗っていく艦はインディペンデンス級に乗っていこう。おお、めちゃくちゃ速度が出る艦だよな。そうなんだよ。それでは出撃します。はい、てことでやってきました。このマップは障害物があんまりない。これは大丈夫なのか。大丈夫だ、問題ない。とりあえず突撃します。敵と接敵する前にこの艦の武装を紹介します。まずはトマホークミサイルです。それと飛行魚雷も一応あるみたいだけど射程が短いんだよな。もう詰めていって一撃離脱作戦するか。速度速いし逃げれるはず。よし、敵を発見したよ。飛行で攻撃していきます。敵ミサイル接近してきてるぜ。ここは着で回避していきます。ナイスだぜ。多分魚雷の射程圏内なので魚雷を発射しよう。ちょっと待って、敵の数が多くないか。このままでは十字砲火を受けることになる。敵のグレラン痛すぎだろ。魚雷来てますねー。ここは速度でかわしていきます。よし、外れたぜ。これがこの艦の強いところ。いやー、あんまりダメージが稼ぎにくいですねー。やべ、ミサイル回避むずい。よし、回避完了。ナイスだぜ。相手もローだから勝てる。ミサイル来てるぜ。おっと、それは回避できない。痛すぎる。あそこに敵で動いてるのきつすぎる。ちょっとこれは絶対した方がいいと思うぜ。それはヤマト魂で突撃する。いや、それ絶対ダメなやつ。普通に死にそうです。何をしてんの。この艦は体力が20万ぐらいしかないから結構被弾したらすぐに死にます。まあ手網だもんな。魚雷来てるぜ。ちょっとまずいですね。今は一発も食らいたくない。ガチで瀕死だもんな。被弾しました。残り体力9万危ないか。大丈夫大丈夫、こっちにはヤマト魂があるから。それで解決できる問題じゃないんだわ。よし、めっちゃローな敵いるし勝てる。魚雷のリロード早く来てくれ。この調子だと友軍がキルしてくれそうだぜ。ナイス友軍。こっちは今四方で撃ってるよ。魚雷発射していく。よっしゃ、撃破。敵は残り1隻ですね。ってことで勝利しました。チャンネル登録高評価よろしく。それじゃまたのー。